今日は子ども用のポケットティッシュのケースを作ります。縫い目が外から見えないので手縫いでも綺麗に仕上げることができます。このティッシュケースも手縫いで作ってあります。手縫いでもミシンでもどちらでも作ることができます。2回縫うだけで作ることができます。裏地付きになります。今日は手縫いで作っていきます。大人用の普通のサイズの作り方は別の動画で紹介しています。概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからご覧ください。用意する材料はこちらになります。 11.5cm×32cm の布を1枚、手縫いで作る場合は手縫い糸も用意します。では作っていきます。布の表を上にして置いてあります。右から10センチのところに印をつけます。印をつけたところで折ります。布の端を1センチ折ります。ここに合わせて折ります。右から7センチのところに印をつけます。印をつけたところで折ります。左から 3.5 センチのところに印をつけます。印をつけたところで折ります。一旦ここを開いて右が上になるようにします。ここに合わせて折ります。最後にここに合わせて折ります。こんな感じでひとまとまりになると思います。ミシンで縫う場合は両端を縫い代1センチで縫ってください。今日は手縫いで作っていくので両端から1センチのところにチャコペンで線を引きます。布がずれやすいので待ち針で留めます。線の上を縫います。糸は2本取りにします。最初に玉結びをします。の上を縫っていきます。最初にこの辺りに針を出して最初と最後は返し縫いをします。最初は1目戻ります。次に一番最初に針を刺したところにもう一度針を出します。
からは普通に並縫いをしていきます。最後まで縫ったら返し縫いをする前に布が縮んでいないか確認してこのようにしごきます。最後返し縫いをします。玉留めをします。こんな感じで反対側も同じように縫ってください。両サイドが縫ってあります。縫い代を5ミリくらい残して切ります。表に返します。最初にここからひっくり返します。角も出します。次にここからひっくり返します。最後にここからひっくり返します。角もしっかり出してアイロンで形を整えます。これで完成になります。今日はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけた方は高評価、チャンネル登録お願いします。